皆さんこんにちは、フリーアナウンサー大橋ロコです。そしてお話は国際税理士の田辺正幸さん、こんにちは。こんにちは。よろしくお願いいたします。前半は、海外に住んでいらっしゃる方の口座情報もいよいよつまびらかになるということで、税の払い漏れがあった方はきちんと自分から申告した方がいいですよと、そういうお話だったんですが、後半のお話はその海外に住んでいらっしゃる富裕層の皆さん、日本の口座ですとか日本の不動産なんかね、そのままになっていて回している、案件があったりとか、そういうもので、もしかしたら税金取られすぎていませんかというお話なんだそうですが、どんなことがあるんでしょうか。そうなんですね。端的に言いますと、例えばそのシンガポールにですね、移住をされる、例えばシンガポールに移住をされる、移住します。で、移住するときに、日本にですね、証券口座をお持ちだったということで、で、中にはですね、海外移住されるときに銀行口座とか証券口座とか全部閉じられてですね、海外移住される方もいらっしゃるんですけれども、中にはですね、もう口座も証券口座もそのままにしてですね、移住される方がいらっしゃるということで、そこにヒントが。それってでも NG じゃないんですよね。NG ではないんですね。日本に口座があってそのまま株を持ったままとかでも大丈夫なんですよね。そうですね。でもその場合、住所はちゃんと移した方がいいんですよね。本来的には住所をですね、きちんと移して、海外に住所変更しましたということで、手続きを取っていただければ、問題はないんですけれども、ただやはりそういう必要な手続きをですね、失念されて、出国された方、移住された方が、本来取られるべきではない税金がですね、実は自動的に取られてしまっているという状況がですね、あるんですね。ありましてですね、そこで今回、後半でですね、そのお話をさせていただきたいと思います。基本的に日本から海外に移住した場合は、その証券口座とかそういったところにはもう税金はかからないはずなんですか？そうなんですね。で、そもそも日本のですね、税制の仕組みとして、日本で税金がかかるかからないというところで、お聞きになったことがございますでしょうか。いわゆる居住者、非居住者という、居住者が日本にいる人、そうなんですね。非居住者は海外、に、分かりました。住んでいる人ということで、で、今まで日本に住んでいた、間は日本の居住者として、普通に普通というか、お給料であれば源泉徴収を引かれたり、確定申告をしたりという形が原則なるんですけれども、いわゆる非居住者の方は日本での所得がなければですね、日本で納税義務はないんですね。日本で納税義務はない。ただ中にはですね、賃貸不動産を所有されてい、らっしゃる方とか、先ほどのその証券口座を持っていながらそのままほったらかしにされてですね、海外に移住された方、ただその方であっても日本の証券会社で運用した利益っていうのは日本でやっぱり課税されるのが原則ではあるんですけれども、所得の投資の種類によってですね、税金がかかったりとか、かからないとか、で、先ほど言った自動的にですね、源泉徴収をされてしまってるっていうのが、証券口座にある特定口座、ということで、皆さんね、証券口座を日本に残したまま特定口座だと自動的に源泉徴収され続けるわけですね。そうなんですね。これで海外に行っているのに取られちゃって
ってますよということに気づかない方って結構いるんですか？いや、ほとんどの方がですね、はい、そのことに気づいてらっしゃらないようでございまして、はいはいはい、この分は、手続きを正式に取ることで、はい、還付していただくことは可能なんでしょうか？そうなんです。非居住者の場合ですと、はい、基本的には日本で税金がかからない、はい、でかかった場合でも、うん、多めに源泉徴収されているということが多くございますので、はいはい、確定申告をすることで多く源泉徴収されている税金を取り戻すということが、はい、まあできるわけなんですね。はい、ということで皆さん口座をちょっと確認していただきたいんですが、どのぐらい取られるかっていうと、まあ、証券でのキャピタルゲインだと、はい、基本的には 20% 取られちゃってるわけですよね。正確には、はい、復興所得税がかかって 20.315 という税率で、はい、源泉徴収されていると。あと配当がね、ずっと入ってきている状況の方とか、はいはい、まあ、そういう方も当然同じように源泉徴収されているですね、はい、知らない間に、はいはい、あと不動産なんかはどういうことに、はい、まあ、不動産に関しては、よくいらっしゃるのが、まあ、海外駐在の方とかですね、はい、まあ、日本で勤務されていて、海外に転勤になったと、うんうんうん、でその日本のご自宅をですね、はい、まあ、賃貸に出すと、はい、いう方も結構いらっしゃるんですね、はいはい、その場合に日本で賃料収入が入ってくるということで、はいはい、基本的には確定申告が必要になって、はい、あ、なるほどね、日本での収入になるわけですからね、なるんですね、はい、でその時に基本的には源泉徴収、はい、日本人同士で日本の居住者同士で貸し借りしている賃貸料については、うん、源泉徴収しないんですけれども、そんなこと考えたことないんです。そうなんです、貸主が非居住者の場合ですと、はい、基本的には源泉徴収されてしまう、はいはい、そうすると、はい、自分は20万円で貸してるのに、はい、20万円入ってこないってことですか？そうです、2割引かれて4万円引かれるってことですので、はい、まあ、16万円しか入ってこないと。海外に住んでると20万の家賃でも16万しか入らないんですか？はい、そうなんですね、そこでやっぱり取られすぎの状況のケースが多いですので、はい、まあ、確定申告をして、はい、まあ、取り戻すということが必要になるわけですね。はい、ということで日本に住んでいないのに日本で、まあ、収入形態があるという場合は、すべからく源泉徴収をされてしまっているということで、はい、この部分をきちんと確定申告することでかなり大きな金額が還付される可能性があるということなんですね。はい、はい、ということでこの辺はいろいろと自分が該当するかどうかという状況も含めてお問い合わせいただければと思うんですが、どのような例が過去にあったんでしょうか？はい、はい、そうですね、やはり海外移住、これはマレーシアに移住された方の、はい、ケースになるんですけれども、はい、日本で、まあ、事業されていた方が、まあ、マレーシアに移住されて、はい、で、まあ、マレーシアで事業をですね引き続き、はい、うん、まあ、されていたという方なんですけれども、はい、その方は、まあ、日本とマレーシアを行ったり来たりされていらっしゃって、日本に住民票を置いたままにされていたと。あ、なるほど、すぐに、ね、戻ってくるしみたいな、行ったり来たりだから、はいはい、住民票を変えていなかった、変えていなかった、はい、それとあと、やはり富裕層の方ですので証券会社の口座でですね、まあ、資産運用されていたと、はい、でその時に、住所変更をされていなかったと。ああ、海外居住にしなかったんですね、もう日本在住のままだったと。なんですね、そうすると、はい、取られる税金はまずその証券口座の、はい、まあ、運用益に対しての 20% と、はい、あとはその住民税ですから、はい、この部分も。そうなんですね、基本的には先ほどの 20.315 という中に 15.315 と、これが所得税、はい、復興税、はい、で 5% が住民税なんですけれども、はいはい、まあ、所得税と住民税が還付対象になりますということですね、うん、はい、どのぐらいこのケースでは戻ってきたんですか？はい、そうですね、まあ、約1000万円ということで、具体的にはまあ870万円ぐらい戻ってきたという形になったんですけれども、はいはいはい、で
まあ、あの過去5年間5年分がですね、はい、還付請求対象の、はい、期間になりますので、はい、まあ、5年分累計してということで1年分あたり約200万円と、はい、いうことになります。はい、ではね、海外移住長い方はちょっと5年分しか遡れない、はい、ということはあるんだけれども、はい、でも5年分でも累積で考えると相当な金額になりますから、はい、過去5年もしかしたら放置している日本での収入源泉徴収された部分の還付というのはかなり大きい金額になっているかもしれないですよね。はい、どうやってこれ手続き取るのかっていうのがまたちょっと面倒くさそうですね、はい、そうなんですね、はい、でまず、一番のポイントがですね、はい、まあ、あの自分自身がまず還付対象の、該当者になるかどうかという確認は必要なんですけれども、はいはい、まずそこを確認していただいて、うん、自分が還付請求対象者だと、はい、つまりあの日本の証券会社にいわゆる特定口座の源泉徴収ありという口座をお持ちの方、はいはい、この方はもう 100%、まあ、あの還付の可能性が高いと、はい、まあ、100% というのは言い過ぎかもしれないですけれども、はい、まあ、返ってくる可能性が高いという方ですね、はい、でその方が、主に、まあ、税務署あるいは、お住まいの、市役所区役所に対して、はい、あるいは証券会社に対してですね、まあ、還付請求手続きをすることになるんですけれども、はい、そこで最大の山場がありまして、はい、まず日本に住民票があったり住所が日本になっているのにどうしてあの海外から、はい、あなたは非居住者なんですか、うん、といったところをきちんとパスポートの記録であるとか、海外で在留証明書を、はい、まあ、あの作って作成、はい、提出するとかですね、はい、まあ、いろんなこう書類を集めていただいて、はい、私は間違いなくシンガポールに住んでますということをまず証明する必要が出てくるということなんですね、はいはいはい、ということで、ご覧になっている画面にこれだけの書類が、必要だということですけれども、はい、まあ本当に煩雑で面倒くさそうだなっていうのが印象ですけどでもこれやるかやらないかではかなり大きな差になる可能性ありますの で、はい、そうですね、こういう手続きも、はい、田辺さんのところでは一手に引き受けてくださるとアドバイスいただけると、はい、いうことで、まずもうやっていただくことはもう書類だけ、うん、はい、で書類というのも、はい、まずその特定口座の年間取引報告書、はい、これ、まあ、過去5年分ですね、はい、ちょっと、まあ、あの探していただいてなければ、まあ、証券会社に再発行いただいて、まあ、それだけ送っていただければですね、はい、あとは、まあ、こちらの方で基本的には、はい、あの印字をいただいてですね、うん、代理人として手続きを進めますので、はい、もう全く手間いらずで、はい、還付金を受け取れるということになります、はい、ということでもしかしたら該当しているかもという方はぜひ、口座ですとか、まあ、不動産収入とかいうところもご確認いただきまして、ご覧の画面の URL から、お問い合わせいただければと思います。そして、まあ、海外で、まあ、シンガポールなんかでセミナーなども行っていらっしゃいますので、ぜひお時間ある方は、足を運んでいただければと思います。第1回第2回と続けまして、はい、国際税理士の田辺正幸さんにお話を伺いました。田辺さん、どうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。